ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するためのいろは。こんにちは、ミスターお口です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日のお話はですね、よく、皆さんが言う、と思うんです。私もね、よく聞かれるんですけども、お口さん、つかみはどうされてますかっていうのをよく相談を受けます。どういうふうにお客さんを最初にね、掴むか、これはもう非常に大切ですね。ショーをする上でこの掴みを失敗すると、そのショーがやはり非常に最後盛り上げるには非常に難しくなりますし、逆に掴みがうまくいけば結構そのショーも盛り上がると思いますので、この掴みとっても大事です。で、今日はこのつかみなんですけれども、まあ、いろんなつかみやり方があると思いますけれども、一番イージーで一番手っ取り早いつかみをお教えしたいと思います。私がまあ最初、そのつかみでね、何がこういけないかなって考えた時に、やはりお客さんが今からショーを見る雰囲気になっていないっていうのが一番良くない状況だと思いますね。今からショーを見よう、楽しもうってお客さんが揃ってると非常につかみはやりやすいんですけども、そうじゃない、たまたま座ってるとかね、たまたま見てるお客さん、これを見る雰囲気にさせるっていうのは非常に大切でございまして、で、この見てもらう空気作り、これをいかにするかですけども、一番手っ取り早い、一番イージーな方法、それは MC です。MC、 司会ですね、司会を必ず入れる、これはもう一番やりやすい方法ですね。今から誰々さん、何々というパフォーマーが何々、どんなパフォーマンスをしますよ、皆さん楽しんでくださいねっていう、この MC、 この司会が入ることによって非常に空気が良くなります。で、たまに司会者がいない場所がありますね。その場合はもうこれ自分でやるしかないんで、私がよくやるのは影 MC というですね、影 MC。影 MC というのは、まあ、私は登場しないで、裏でマイクだけもらって、本日は、お越しいただきありがとうございます。ただいまにミスターお口のスペシャルパフォーマンスを開演いたします。まあ、このような、影の MC。まあ、隠れて司会をやる、ね。ここで自分の紹介をしてしまうわけですね。で、そうすることによって、お客さんが、あ、こういう人が今から出てきて、こういうショーをして、こういうふうに楽しませてくれるんだというですね、形で、自分の自己紹介を、まあ、要はするわけですね。そうすることによって、そのお客さんが見る雰囲気が、やはり、できやすくなりますので、この MC、司会っていうのは非常に大事です。ね、ですから、もし司会の方、誰か自分を紹介してくれる方がいるのであれば、必ず事前に、そういうお話をして、ショーの前に必ず、自己紹介の、紹介文を、まあ、渡すなりして紹介を必ずしてもらうようにしてくださいね。で、ある程度紹介をね、まあ、していただければ、まあ、お客さんが非常にこういい、雰囲気で、ショーがスタートできると思いますので、ぜひとも使ってみてください。以上です。